始まった。どうもこんにちはです。いや俺映さなくていいから。道だけでいいよ。今日はこれからプロレスリングドアの日本武道館見に行きますが、今日はなんとスペシャルゲスト。名前何する？名前。ひろしです。ひろし。いいのひろしね。長州とかそういうあれじゃないですか。広志で大丈夫。ボーリングやるときみたいに。大丈夫です。大丈夫。あれですよね。我々は小学校からの付き合いの。もう40年ですよ。そうですね。40年ぐらい経ちますね。もう長い。緊張するでしょ。緊張する。40。うん。緊張する。もうめちゃくちゃ緊張する。でこれからねプロレス見に行くんだよね。プロレスをね、はい。プロレスリングノアという団体の。いいよもっと喋ってよ。行きます。一応日本全国の人見てるから、それ緊張するよそれ言われる。そうですね。まあなんすか今、今日メインがあれよね。武藤と塩崎、塩崎がチャンピオンでございます。GHC。はい、GHC です。難しいですね。まあ、しかも我々はね本当ねプロレスに関してはもう武道館ですよ。あれでしょ初めて見に行ったのはあれでしょ。広志さんは多分一番最初に行ったのは多分蔵前か蔵前国技館のジャンボ鶴田とニックボックインクル AWA 世界ヘビー級テリーファグがね特別レフリーで30何分でだよねバックドロップでAWA をジャンボが取ったってやつですね。俺初めて行ったのあれだから武道館だからあのあれが85年ぐらいかしら多分ほら君のところのお母さんがジャンボ鶴田さんのそうジャンボ鶴田さんの奥さんからチケットを、ね、ちょっと定期的にあるよ、ね、出産の時ジャンボ鶴田の奥さんが、ね、出産でいろいろお世話したらその後武道館大会年に 3,4 回やるやつの武道館大会のチケットを、ね、ただのチケットをもらえてたそう何の試合だったんだろうね多分ねあの当時だからアニマルウォリアーとか多分輪島とか長州来てた長州もいたような気がするけど85だと思うんだね85年とかあれでしょだってハイレースがさコインかなんか配ってなんかばらまいしてさで俺北川が拾ったっつってさ喜んでたやつ、ね、ハーリーの顔が書いてあるコインかなそうだから80、ね、少なくとも多分84と85だから多分長州が来る手前か来た時ぐらい特に、ね、やっぱ絶好調プロレスも絶好調の時だったと思うんだよねで多分ねその次はねあれデイリーかトースポのあそうあの検証結局タダケンもそうだったんだけどうまくタダケンを取るためにデイリースポーツの定期的なその武道館の公演チケットを応募すると大体あと 100% 当たってくる、ね、だけどまあ席はそんなによくはないけどあれそうそうそうデイリースポーツの武道館チケットそれを我々ねあ電話だちょっと一回止めたちょっと電話ありましたけどうちの母からとんかつ買ったから食べろとあお母さん元気なんですねまあ元気ですねあそう素晴らしい、であれですよあのねで我々そのチケットをというかなんつうのタダケンをタダケンをねやっぱりしょっちゅう、ねやっぱね、覚えてるあの並んでるところは覚えてないけどあの馬場さんの奥さんにね元子さんにあそうだ白い目で見られた馬場元子さんはやっぱなんとなく感じが悪い感じでねでなんか最初はねあのあこんな並んでくれてありがとうっていう感じだったんだけど全然招待券だから招待券だからちょっと目つきが変わったよねやっぱまあ独特あの当時からやっぱ馬場の奥さんの元子さんはやっぱ独特な雰囲気でした ねで我々はねもう完全に全日派だったもんねそういえばね今お母さんから電話あったじゃないですか、うんうんなんかお母さんからうちの家族になんか一回なんかねこんな話があった息子がやっぱプロレスがすごいハマっちゃってて部屋中なのかなのかわからないプロレス雑誌とポスターがもうたんまりになっちゃってるんですよなんてそんなクレームではないけどかなりその時お母さん同士の話でやっぱプロレスがすごいその当時ハマってて貼ってたでしょポスター貼ってた貼ってた歌舞伎とかまあタイガーマスクとかやっぱで付録にちゃんとついてたし、うん、そうだよねあとは、ね、あなたはだって浜田翔吾さんですよ浜田翔吾なんですやっぱまあプロレスもねやっぱなんと言ってもやっぱプロレスやっぱ、ね、あとあれブルーススプリングスには貼ってなかったのポスターいやでもね実際はそれはやっぱりそこまで貼ってたかもしれないけどそんなに聞いてはいなかった、うん、昨日ブルーススプリングスの映画見たばっかだからなんだろうスプリングスティーンが出てるのもうファンの人の話だったなんだろうドキュメンタリーってことドキュメンタリーまあ当然映画なんだけどあれ
あの本当実在の人のファンなの。へえ、スプリングスティーンの。でその人が150回ぐらい行ってるって出てるのよ、あのコンサート、スプリングスティーンの、うん、すげえってなってんだけど、君だってまだ何回行ってる。150回ぐらい行ってると思うから、まあ意外と映画になる、映画になるぐらいかもしれない。確かに。俺ポールでさえさ、よく考えたら30回ぐらい行ってるよ、日本にたまに来るんだ。ファンだったら多分、本当に熱狂的だったら多分もっと行ってるよ、行ってるでしょう。だってあなたはね、ちょっと話していいですか、新聞雑談だった話。ああ、それはまあよくない。いやでも大丈夫です。大丈夫だよ、ね、あれだったら自分悪いことしてないの、買ったんだもん。でもそれもあれだもんな、微妙か。いや、まあ浜田省吾の関係者からするとうるさい、嫌な話だろうね。なんかね、まあ、海賊版みたいな、海賊版じゃないけど、まあ、正式に言うとビデオ会社に勤めてた人。そうなんだ、結局関係者なんですよ。はいはいはい、あれでしょ、あれちょっとちらっと見たけど、浜田さんがただ釣りしてるやつとか、釣りとか奥さんと一緒にゴルフしてるやつとか、そういう映像が結局売られてしまって、それを買ったのが自分で、その買った金額のほとんどが自分だったっていう。それでとある関西の方の警察がご自宅に来られて、ご自宅というか自分の家に来て、まあ結局事情聴取。私まだ覚えてますよ、その話。あの私たまにそれネタにさせてもらってますよ。すごいよね。ほら、あなたがすごい。いや、すごいって、あなたがね。いや、自分もすごい。だって、あれじゃないですか。警察来て。警察来た。まあ、ちょっとあの、物をそれね、ちょっと見せてください。うん、あ、そう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 。あなた言ったのがあれでしょ。弁護士やっていいですか。あとね、あと録音させてくださいって、この、だって自分が捕まると思ったから。弁護士なんていねえじゃん。まあちょっと怖かったよね、警察がわざわざ関西の方からフロンティアのそばにある赤羽の自宅に来るなんて信じられないじゃないですか。そしたらその事件があった後日新聞に出たんですよ。そうですよね。それで自分の友達が連絡来て、ね、会社員1名、そう1名、それが俺だから。俺と思って。まあでもまあ懐かしいね、やっぱり。まあでもその当時そんな、ね、何十万も買ってる時代が危ないんですよね。まあね、まあね。でもね、ちょっとプロレス懐かしい話で戻しますけど、よくあのあれでもあれだよね、タイガーマスクでしょ、好きなの。基本は初代のタイガーで、一番最初に言ったのはやっぱ初代タイガーの後楽園ホール。そうだよね。だから1983年かそのぐらいの時ですよ、ね、でもあれだよね、小学校の時にちょっとあったでしょ、あの見るマスカラス。もうなんて言ったってやっぱり本当の最初の最初はもう見るですよ、ね、見る。70年代後半でしょ、多分。あれ別に敬語じゃなくてもいいよ、普通に喋ってもらって。いや、ごめんなさい、あの敬語にさせてください。でほら、あのマスカラスの覆面事件あったじゃないですか。懐かしい。その時の友人が、ケンジだよ、ケンジ、あれガス言ったの、ケンジ、鈴木ケンジ、鈴木ケンジが結局ミルマスカラスのマスクが池袋のサンシャインで300円で売ってると。マスカラスの、いや、まあ、それはもちろんね、似たようなあれだろうけど、う、まあ、今にして思うとね、おかしな話、おかしな話だけども、ほらその当時のほら価格からすれば300円って意外と、まあこれ300円で1枚マスク買いんだったら、それでみんなで行ったんで、みんな買いに行ったんだね。バラバラに買いに行って、土曜日か日曜日のあの買いに行って、帰りに校庭開放でみんな行ったけど、3000円、そうそう、一桁違った。で誰一人買って帰ってこないで。小学校だ、多分あの当時の3000円ってやっぱ巨大だったと思う。1ヶ月生きていけるでしょ。そうそうそう、十分の。それ自分日記に書いたもん、俺。あの絵日記で書いたもん、あのマスクを買いに行ったら桁が違かったって。みんなしかもさ 4,5 人ずつのグループで買いに行ってた。いやー懐かしいな、あれも。まあでもかといってそれ買っても大したマスクじゃないんだけどね、あの当時。そうだよね、なんか自分その後買ったような気するけど、まあいまいちだなっていう。そうだよね。最近だからそういうね、ミルマスカラスなんかのマスクも最近自分買ったんですよ。あ、はいはいはい、ネットで、はい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 、まあね、5000円とか3000円ぐらいでね、結構まあね、本物じゃないけど、まあ、割りかしこうかっこいいマスクが買えるなって。だから自分もそれ買って飾ったりして、ミルマスカラスのね、金とか銀とかね。あなた、そうだよ、いろいろ思い出してきたけど、雑誌作ってましたよね。スティーブじゃないの。スティーブっていう雑誌作る。あれ雑誌じゃなくて、まあ、手作り、手作り、同人誌
っていう。あれ。そう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 、あの。しかも我々みんなお布施で買ってましたからね。あ、そう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 、あの周りに噛ませてたっていう。雑誌を作ってみんなに売るっていう。まあ、中学の時は。それでなんかね、タイトルが毎回変わってて、最後スティーブがなんかなんかなんか。スティーブだった。スティーブ。あと懐かしい。そうだよ。だって俺君とあれだよ多分。あの仲良本当に仲良くなったのはあのプロレスですよ。なんだっけ団体名。カテプロです。カテプロ。カテプロでしょ。カテプロです。プロレスを家でやるってやつでしょ。家でやる。そうやってましたね。あの時ですよ初めて。そう団体じゃないけど。おもちゃんと言ったんだ。おもちゃん覚えてないな。もうおもちゃん覚えてないわ。銭湯のね。おーちゃんに連れてかれたんだろう。いやー懐かしいな。そうカテプロだよ。カテプロ2階でやった。2階そうカテプロで1階でやったら下の土台が抜けてうちの家族が帰ってきた。家の土台がなんか誰が落ちたんだよ。あよく覚えてる。あれ2階で、あの1階と2階に家があって、1階でプロレスやったから土台が抜けて、2階は2階でやったら1階のあの照明が落ちて、 そのほらオルガンかなんかに落ちちゃった、ね、そう私だってあれですよ。大変だあれ。覚えてますよカテプロ。私シュートマッチで負けましたから。なんだっけ覚えてない。なんかね、あのいつもはね、なんか何々大会とかってやった。アニマル、あの俺あの時はね、君がねハンセンでね、俺ドリー。いや覚えてねえな。全然覚えてないわ。いや全然覚えてないわ。いやでも懐かしいし、意外と頻度高くやってたの気すんな。週1ぐらいで。そうまあ多分高校生だったの気すんな。高校になってあれだよ、やめたんだっけ。竹富がなんか死刑山がエンズやったらキュッてなったんだよ。それでやめようってなったんだ。危ない、確かに危ない、ね、今思えば大体そのプロレスのごっこだったんだけど、ちょっとごっこをちょっと超えてたんで、意外と結構結構危なかった。人間関係もね、ギクシャクしてる人も。やっぱプロレスもやっぱ人間関係は信頼でやってるわけだから、やっぱり信頼がこうずれていくと、なんかキュッてなったって、なんか音が鳴ったんで、わざかけた。いや、俺だったよね。俺もそれやったような気すんだよな。あと、そっか。あれ、君だ。山はあれだ、エンゼがなんか。いや、俺が多分、アバラッシュというか、ブロックバスターみたいになったら、キュッてなって、そう。まあ、でも今考えれば確かにそれ危ないんだよ。よく怪我なかった、ね。よく怪我なかった。死ぬかもしれないじゃん、プロレスって。あれ、もう。ねえ、一見プロレスってそうだけど、やっぱり危ないよ、あれ。ふざけてやるもんじゃない。懐かしいね、でもね。そう思い出すと、そう、今、スティーブが笑った。俺、スティーブでしょ。それ本を作ってたって。ま、ねえの捨てちゃったの。いや、一冊でもあったらよかったね。俺覚えてるよ。だ手書きだったと思うんだよ、多分。手書きだよ。それを印刷して、なんか、どっか、コンビニかなんかでコピーして。コピーしてみんなに売ってたんだよ。そんなん買いたくない。しかもね、最初はね、100円とかだったけど、なんか、そう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 。そうだよ。すごいよね。すごい商売だよ。すごいよ。でもあれで、結構あれ、いろんなね、映画とかね、止まりましたね。10分ですから。そうね。でもあれですか、今まで見た試合で一番、要するに自分の中のベストバウトって何なの？そう、今ふと思うと、うん、やっぱりあれかな。2000年後半でほら小橋がガンから復活した日本武道館、その小橋高山組対三沢秋山、これはやっぱりなんか泣きそうというかね、あれは泣いたよね。なんかいろいろな意味でこう、あとまあもちろんその前2年ぐらい前か3年前の三沢がチャンピオンで小橋がチャレンジャーの2003年ぐらい、ガンの後、ガンの後だったっけ。だからともかくそういう、あ、そうだ、ガンの後だからやっぱそともかく小橋絡み、はいはいはい、やっぱこれから武道館に向かってに日本プロレスリングノア、これに関わる試合がやっぱり結構今見てもやっぱり三沢対小橋のあのね、ノアになってから、あ、それはすごい唯一になっちゃったんだよ。1試合しかやってない。あれはもう、あれでも俺見ててね、ちょっとやっぱ思ったよ。いや面白いんだけど、危ない、このままじゃ危ないと。もう要するにちょっとエスカレートっていう、あの場外に向かってさ、あの三沢がタイガードライバー、タイガースープレックスだよ。いや死んじゃうよ。あのしかもあれ花道から場外にやったんだよ。危ない、あんなの危ない。いや要するに信頼だけどちょっと度が超えてたじゃない、ね、あれはもう武道館だったしね、あれね。しかもね、ちょっと確かね、その日には、うん、
K1 かプライドかなんかのやつもあって、同じ日に WJ という長州の団体の旗揚げ戦もあって、要するに同じ日にたくさんプロレス興行や格闘技興行があって、まあプロレスリングのあの三沢と小橋としても絶対っていうところの自信とは多分出してたからさ、まあ、我々は現場で見てて、多分帰ってからか、なんかその日だったか分かんないけど、実況でさ、うん、あの人アナウンサーなんだっけ、矢島さんかな、矢島にさ、高山が言うんだよね、うん、今日ここで来たやつは正解だなって言った言った、要するにいろいろ団体があったけど、うん、今日ここに来た人たちはそうだ言った言った、入場の時にさ、なんかツルかなんか出てさ、うん、ほら、ありがとうとかさ、ああそうだそうだ、お帰りで、なんか私たちはそれをこの言葉にこの、あ、そうだ、小橋コール、小橋コール、いや、涙、みんな喋っても俺泣きそうだわ、生きて帰ってきたみたいでしょ、もうそれだけ、今言葉で言ってるだけで、本当だよ、いや、だからまあ、感動ね、だから今日行くノアがね、まあそこまではないにしても、ね、まあ、プロレスがね、本当久しぶり行くわけだからね、まあ、あと武道館っていうとあれですよ、三沢力雄隊、覚えてない、小川、あ、村上ですよ、あれすごいわ。あれもすごい、当日券すごいチケット伸びたってやつでしょ、あれもほら、我々もあれ01だ、01、全日本がなくなって武道館ができなくなっちゃったじゃないですか、しばらく、もうだいたいああいう会場っていうのは何年か前から取っとかないと取れないから、でね、01の試合でね、三沢がね、武道館に帰ってきたって、あ、そうだよ、すごいんだ、あれあれはもう、まあお互いね、口には出さなかったけど、まあ力雄が負けんだろうな、もうだってどう見ても、だってあの中で小川と村上と力雄を見さで、力雄なんてまだ大した若手だ、ね、若手だ、ね、またすごいな、力雄が意外とすごいんじゃない、あれなんでこの力雄強えのっていうぐらい、ラーメン食べきたよね、力雄ラーメン、ね、京都かな、和歌山無理だよ、それはもう無理だよ、それもうでもね、なんかネットかなんかで CM やってたね、うん、あの力雄のなんかでも美味しそうだ、私行ってきますよ今に、多分車じゃないといけないような場所だったかな、いやー、あー、それ懐かしい、あ、それね、1試合目も面白かったね、丸口と誰か、そうそうそう、星川か結構ね面白いのよ、結構ね、そうかもしれないね、今ね、なんか病気になっちゃったんだよね、確かね、病気とか怪我か、怪我をして多分もう復帰できなくなって、ただその試合はすごい大絶賛で、ね、その当時あの解説してた武藤かな、うん、武藤がこうゲスト解説になった、それがな、この星川って誰って、まあ、丸口は知ってたけど、丸口も誰だったんじゃない、だからやっぱり多分2人ともこれすごいじゃんっていう、レベルが高かった、うん、あれ何年前なの、あれも多分、でもあれも多分あの時小橋いなかったから2000年の初期だよ、多分ゼロワンが多分最初の欠場の時じゃない、もう本当にすぐいなくなったじゃない、小橋ってあれ、小橋って知ってる、ちょっと半分ギャグなんだけど、復帰戦だけで DVD1 枚できてるから、ね、あ、そうだよ、何回も帰ってきた、帰ってきたでしょ、そうずっと、そう小橋復帰戦 DVD はもうたくさん復帰してるから、そうね、懐かしい、あと今日2月の13日3日ですか、12だと思う、12、もう2月の10日の東京ドーム、今これから我々通るんですけど、あの前日と新日がほら合同でやったやつ、え、東京ドーム行ったじゃないですか、あれ2月10日ですよ、あれ東京、新日本が主催の、そうで、馬場がほらあのなんか急遽なんだっけ、リクレア、なくなっちゃって、藤波とリクレアが中心になったかなんかなってんだ、で急遽馬場がね、坂口から電話もらって、じゃあ助けてやろうっつって、あ、そうだよ、そう、よく覚えて、2月10日だよ、確か10日だよ、2月10日、あ、すごい、そう、よく覚えてんな、それ、あれでももう40年ぐらい前でしょ、多分もう、いや、40は我々も30だ、30年前、1990年ぐらいだ、あれ1992月10日、あ、いや、あれもすごかったよ、ね、まあ、メインがね、ハンセン、ベイダー、あの、目が腫れちゃったの、でもやっぱほら、あの時は僕はいまだによく覚えてるのはあれですよ、天竜が、あの新日本がほらドームなんで、あ、なんかお立ち台に歩いて、いや、覚えてるよ、それ山口が言ってたんだよ、そうなんかお立ち台に登らないで来たんだよ、横を通る、あ、そうそうそう、もう最高だった、俺流みたいな、もうそうそうそう、そういう、あとね、鶴田の試合でさ、鶴田とやつが組んで、キムケンと木戸、
起動で脇固め。で木村健吾はさ試合後に負けてなんかマイクアピールしてて今度は俺が確か言ってやるって言ったんだけど、あもういいよもう、いや来なくていいよ来なくていいよもうそんな強く出るいやいいよ、あそれ懐かしいな、そうだよく覚えそれよく覚えてる、なんかそこら妙に覚えてる、多分30年前ぐらい、そうそうそう、もうドームですよこれ、だからそもそも我々もチケットを買ってなかったから急遽買ったんだと思うよ、そうそうそう、3試合全日と新日はすごいよ、あとこれあなたが愛してやまないあのビッフェ、うわあのね3月までタダ券があるか行かないといけない、それ家族との一応あのね違う去年入院した時のあのチケット買ってたのよ、だからそれをね3月までの期限なんで、あそうビュッフェビュッフェローストビーフね、あの東京ドーム今ね多分 ねこの映像今東京ドーム、うん、ドームホテルが今多分写あの写ってるけど、そう東京ドームホテルの中のビュッフェこれすごいんだこれなんで行ったのかなあれ、俺が日系で来たんだよね、いやそもそもその当時、うん、なんか山田人が中華かなんかの美味しいビュッフェがあるってことで行ったら確かにすごいんだよ、もうで横があれで今合体してるからね、今ねだから洋風も和風も全部だって俺一回さ君に車で連れてってもらってさこれちょっと車無理だわっつって食べすぎて電車で買ったことあるいやでも今なんだっけな、なんていうお店だか覚えてないけど、メリッサとかなんかそんなような、そうなんとかそう、うん、でもねそこのお店は安くて、ね、結構ね特にランチは安いのよ、そうね2000円か言っても2500円とかそんなもん、うん、だからそんな大してびっくりするわけじゃない、うん、お昼でこれだけ食べれて、うん、いやあと食べれる人だったら楽しいけど食べれない人は高いと思うけど、でローストビーフがうまいんだよね、あそうだからその場で切ってもらって、うん、あとわさびをつけて、そうそうそう、で我々はねあの足りないからダブルって言って、うわそうそうそう、もう毎回トリプルだもん、そうそうそう、トリプル切ってもらってだからこれはもう本当に3月までにうちの家族ともう行くっていう決めてるの、もう3月まで最高何枚食べたの、 15？ いや結構もう覚えてないけど、20は行ってないでしょさすがに、でもねあのそんなにほら油まあ確かにね、確かにね、まあなんていうかな、逆にあの焼肉よりはローストビーフとかの方が結構食べれる、他の料理もうまいんだよねそれなりにね、結構ね飲み物もデザートも結構幅広くあって、ね、中華もあるし、まあ、お寿司こそないけど結構でもチラシとかあって自分やっぱりローストはもちろんなんだけどそれ以外もすごい、あとドリンクバーもあったと思うし、プリン、あそういうのも美味しいんだよ、俺プリン異様に食べてた、あそうそう、デザート美味しい、結構デザート美味しいしかも今こういうコロナ禍の中だから多分お客さんも少なく、あれね今ねあれをあのビニール手袋で食べるんだよビッフェって、俺ホテル1個あったそういうとこ、えずっと、でもほらトングとか使うじゃないどうしても、うん、だからビニールの手袋して取るの、あ取るのね、うん、食べるときは手から食べるときは取ってもいいけど面倒くさいよね、あそう毎回毎回取ったじゃん、そりゃそうだね、その毎回毎回、あそうそっか、トングをあと多分取っちゃいけねえんじゃねえかあれ、あそう取ったらだって逆さになっちゃってさ、あ危険だねあしかも毎回毎回新しいのもらうのもおかしいから、そうそうそう、確かねバイキングの方が、まあ、コロナでいうときついのかな、うん、なんかこの前ニュースでやったけど浦和かなんかのビュッフェのお店が厳しいから持ち帰り、うん、だからビュッフェでまた食べたいって人たちが多いんで、うん、浦和のホテルのビュッフェは持ち帰りのビュッフェを、うん、まあだってね本当にやってなかったら、そうだよね、その人たちはこそうでこれね、ここに時間があってこれが10分になるとダメなんだよ、あそう、うん、今そうそう 秒単位で出てるすごい、そうそう、すごい、でもこれこのこういうのって初めてこう8ミリ持ったけど、うん、結構充電時間あるのかしらこれ、あ何時間、あるある、2時間ぐらい、ただやっぱりこれも一緒で、だんだんもうダメになってくる、劣化するってことね、そうそうそう、要するに昔は何時間もできたけど使いすぎると、そういうこと、そういうこと、結構これも小さいけど結構金額しそうだな、この2時間目何気に日本全国いろんなとこ行ってますからね、この1台で、うん、いやよくあのね、あのネットの社長、あの APS どうでしょう、そう APS どうでしょう、どうでしょう、通用どうでしょう、見てないでしょ、あ見たことない、あの、あの人でしょ、あのそう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 、あの人自体が面白いじゃない、あのねえ、でもなんかかなり幅広く輪があるからどれから見ればいいのかって、はい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 、あれだからさ、うん、あれ我々の感覚なのよ、
のんびりっていう感じ。さっきからずっと出てきたカテプロとかさ、スティーブとかさ、そういうなんつうの、その考え方とか軽いノリ。昔ウルトラクイズやってたの。やってたよ。あのウルトラクイズ、いやいや、それね、実はね、自分社会人になってもやってたのよ、ウルトラクイズ。東京ドームじゃなくて、あの後楽園とか行って、今だったらなんだっけね、あのスパがあるところ、東京ドームの隣の遊園地あるでしょ、はい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 、東京ドームシティなんとかって、はいはいはい、とかあそこでみんなでウルトラクイズやった。マジ？え、何？だから違う、会社のそれで自分みんなでジェットコースター乗らせて、ジェットコースター落ちた時に俺がやってんのその言葉は何みたいな。それでね、みんな見えないって話で、みんな答えられないと、ゲストで呼んでほしかったね。もう本当にもう、それで一応ね、あの事前にリハがあって、会社入ったばっかりの新人を、すいません、あの前日、一応リハで、一応、どのぐらいの距離感だと字が見えるみたいな話でやって、いや、何回、だからそれ、みんなほら、何回もジェットコースター乗りたくない。そういうの面白いでしょ？そのいいね。だからまずね、あの後楽園ホールの隣のフライデーってところでペーパークイズやって、みんなだってそこレストランなのにペーパークイズしてんだでも怒るよお店の人で、ペーパークイズでその後ジェットコースターに乗って字は何みたいなねで最後は3つ目はバラマキクイズもやったの。バラマキはしてない、バラマキはしてないけど、最後は結局、うん、もう一つ、あの芸能人がよく通う、うん、お店があって、まあ個室借りて、そこでまあクイズやったりして、まあ戦って、結局優勝した上位、まあ十何人いる中の上位半分は、その後リムジンカーで、あの、リムジンカー乗れるっていう。そんな感じやってて、でもね、すごい意地悪で、結局14人参加して、まあ7人が、合格ですと、うん、じゃあ今日はこの後終わった後、はいはいはい、4次会でこのリムジンがあの玄関に待ってますんで、うん、みんなリムジンでね、うん、シャンパンで、あと残りの人たちは帰ってくださいって感じでやるのよ。まあみんないじけるよね、いじける。でも実を言うとリムジンみんな乗った後、うん、突然お店の人が、女の人が走ってきて、うん、井村さん間違えました、計算間違えましたと当たっ、あの正解だったのはこの上位7人じゃなくて、この人たちは下部7人ですと。よく考えたね。ごめんなさいって、あの店員の人が俺のところに謝りに来んの。で俺はその女の人を怒るわけよ。俺それ言えないと。俺こんなの今この状態でみんなね、今リムジンにみんな乗ってこれから出発しようとしたら言えないよと。それで結局降りてもらって、みんないじけて帰ろうとした7人を呼び止めて、正解はあなたたちでしたってことで、さっき乗ったリムジンの人たちが帰っていくっていう。なるほど。だからそのお店の人にも協力してもらって、あの後であのリムジン乗った瞬間だけ呼び止めてくれと。なるほどね。でちょっと申し訳ないけど道でね謝ってくれと俺に。いやでもそういう企画一品だよね。だからそれがね、あの6時ぐらいから始まって、まあ一応3次会と言いながらも、そのさっき言った10時ぐらいまで遊べるんですよ。それで最後4時会といってもリムジンでもせいぜい1時間しか乗らないから。なるほど。あ、ここだ。懐かしいですよ。俺もうわ来た、うわ来たよ。懐かしいよね。うわ、いや大体ね、このね、右左の駐車場いつもね、もういっぱいあるんだよね。さすがに今コロナだから、もう懐かしい。うわ懐かしい。うわ、もうほら武道館ポールでしか来てないからさ、もう電車だからね。いやこれすごいわいやだからここまで奥までやっぱり今も入れるんだね。そうだね、多分やってると思うんだけどね。いややってると思うよ。まあでもそこ止められっぱりいいよね。来ましたよ、武道館についに。来た、あっという間だね。やっぱり結構あっという間なんだな。でもこうやってあれでしょ、なんか撮ってると楽しいでしょ。いやまあ気にするとダメね、こう気にすると緊張して敬語になっちゃうもんね。そうそうそう、これ、ね、眠気防止にもいいのよ。綺麗になったね。あれ、なんかこんな感じ、なんか綺麗じゃない。確かに。あれ、こんな右側あったっけ。あれあれ、いやないよ、ないないない。あ、食事できるところもあった。あれ、これもしかしてダメなのかな。あ、そんなことはないよ。あ、あの予約とかしてないですけど、入れるんですか。大丈夫です。あっちでいいです。うわ、すごい、よかったよかった。もう来たよ、武道館すげえでも結構今日はお客さんはほら少なめだから、ゆったりと。うわすごいよ。あ、こんな感じなんだ今。こんな感じだよ。いやすげえ。うわすげえ。志村けんさんとか来てたもんね、昔ね、前日ね。あ、だってラッシャー木村のあれ、ラッシャー木村パフォーマンス好きだったのかな。やったやった。そう、ダチョウ倶楽部も好きだったからね。そうそうそう。いや見てこれガラガラだよ。そうだね。まあ利益とかあんま度外視してんだろうな。もう、はい、ありがとうございます。イベント終了後
あ、わかりました。はい。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。高くなったね。どうした？2000円だわ。いや、結構する。うわ、結構する。これ、帰り考えると向こうの方がいいんだよな、確かな。まあ、でもそんな混んでねえからな。まあ、多分ね、通常の3分の1しかお客さん入れないはずだから。ね、あ、そっちから出んのか。いや、でも結構好きなんだろうな、やっぱみんな好きな人が。いや、懐かしいね、でもね。いや、でもあんなのなかったよ。でもやってないや。あ、これはあったよ、これはあった、あった食事できた、あったあった、これはあった。でもなんとなくこう綺麗になった感じかな、なんか、ね、色がほら綺麗になったな、屋根の緑とかなんか気のせいかもしんないけどな、うん、こんな感じだったよね、こんな感じじゃなかったよね、うん、さて3時ですよ、まだどうした急に。いいんじゃないですか、もう何分ですか今。7分ぐらいです、ね、あ、じゃあまとめというかこれから、そうですね、今日何、今日何試合あんの、そこまではチェックはねしてないけど多分7試合ぐらい、多分前編後編一部二部構成で、一部二部なんか、一部二部って書いてあった、休憩があるの、休憩があって一部二部構成って書いてあった、うん、なんかそういう、多分一部は無料で二部は有料、ペーパービューとか、ほら今のテレビの関係か、テレビの関係で一部は無料放送するけど、なるほど、二部になると有料すれば多分見れるよってやつ、ね、アメバーがそれをしてんじゃないかな。ただで生放送で見れたら多分お客さんも来ないだろうから。あ、そっか。いや、しかし我々も帰ってきましたね、これすごい。まあ、これ毎年ね、うん、月ね、年に1回でもいいからやってくれたらいいかもしれない ね、すごい感動だね、懐かしいよね。まあね、本当に懐かしいし、うん、だから多分三沢さんが亡くなった時の追悼興行以来ですよ、武道館のプロレスは。僕はだ、いや自分も多分そうだと思う、うん、武道館はその時思ったんだもん、まあ多分これが最後かな、最後かなと思って、もうだいぶねちょっと観客動員、多分あれでしょ、あの時多分塩崎と力雄だったのかな、ちょっと覚えてないけど、多分名イベントなんだ、あ、斎藤だ、花橋とかじゃねえ、斎藤で、斎藤が結局バックドロップでほらあったから、メインは斎藤と塩崎だったかな、かもしれないね、うん、確かにもうこれがっていうのあったな、うん、しかも多分こうやって武道館でやれることって難しいんだ、客 ね、動員は間違いなく、あ、自分ほら、うん、今思い出したけど、三沢が広島で亡くなった次の次の熊本大会、自分チケット、そうだよね、すごいよ、あれうちの会社の人たちとチケット取って、出張が、だからその時は実言うと亡くなった翌々日の大会なんだよ、もう本当にどんよりした会場、ね、行ってたんだあの時ね、だってあれ亡くなった時我々たまたまね、なんか映画見に行ったんだね、で帰りほらエルポコで、エルポコ今食べた、エルポコ行ってた、エルポコ行ってたよエルポコ行ってた、エルポコだね、まあ、あと1分だね、懐かしいね、いや、そうエルポコで、ね、そう、あのやっぱりその一緒に熊本大会行った人から連絡あった、三沢さん亡くなったよって、いや懐かしい。じゃあこれから場内撮れんのかな、ちょこっとぐらいは、まあちょっと楽しみましょうね今日ね、うん、はい映されても困る、俺じゃない、うん、はい、ということで一旦止めますか、はい、ありがとうございましたはい、さあ武道館着きました、もうすぐ4時、入場は4時半、あ、違う、試合開始は4時半からだ、いやー懐かしい、撮った老眼さてどんな感じなのかな今日は、私はどうも2階席なんで向こうですね、5000人らしいですね、入場5000人、だから3分の1ぐらいになるのかな、とりあえず武道館に着きました、これから入場します、多分そこで書いてて紙記入場ありますよ、こちらの方にご来場の皆さんの入場がございます、あ、小橋太った、うん、なんだ、名前と、名前とあれだけでいいんだね俺だから骨折してるときさ左手で書くの大変だった
知らない、これが常識なんだ。そう、これ常識、常識。名前とは住所も書くんだね。ということで、これに記入します。はい、こんな感じになってますね。グッズ見に行く、グッズ、グッズ、グッズ。あー、でも出口はあそこだったね、いつもね。うん、変わるよ。そうだよ、この裏にね、自販機あったよね。こんな建物が、ね、できてましたね。さあ、ちょっとグッズを見ていきましょう。ガチャガチャ、これ要するに、これ要するにノアノアくじがこれになったってことなんでしょう。ノアノアくじのガチャ、いくら？ガチャガチャいくら？見るのある、これ細かいのある、細かいのある。ちょっと2つ引いて、これこれじゃあ100円玉してくるよ。ああ、どうぞよろしくお願いします。ちょっと、いや、そうか、取ってから回してくんね、これ。ああ、さあ、くじ、いくら？800円ぐらい。800円なの、これ。いくら？400円。ああ、2回引ける？いくよ、どうぞ。これ、ね、大当たりやね、マグカップとかだよ、マグカップ。マグカップあるよ、マグカップ。マグカップまだあります。まだ、まだある。本当？あ、いや、誰これ？藤田。藤田。藤田ってノアじゃねえだろ。こうやって言えばあれなんですか、ノアノアくじってのはもうなくなったんですか。ノアノアくじっていうのはなくなったんですか。それがこれになったんですか。知らない、そういうわけないな、すいません。ノアノア知ったんだよ、藤田。これ次マサオとかだったらそんなに。いや、マサオは欲しいですね。誰でザリーブって書いてある、誰なんだよ。まあ、あれは中身じゃ分かるよ。誰なんだよ。あ、最後のマグカップ。あー、すごい。うわ、もうないよ、もうない、もうない。これがね、これが当たるの。おー、すごい、当たってます。さて、じゃあ入りますが、おそらく多分検温をするんだと思われます。ご来場記録のご記入まだされていない方はこちらの記入所でご記入ください。書いたからね。ここで検温をまずしてもらいます。4列です。まあまあ行ってもらう。さあ、検温、やばい、電池がなくなる。こちら、はい、はい、検温されてます。入ります。さて、入りましたよ。自販機もありますね。そしてチケットもね、これなんと自分で切ってボックスに入れるというシステムになってます。中入っちゃう？入っちゃうか。わー、武道館来ました。やべ、ちょっとピンポケになってるわ。難しいですね。武道館着きました。北東です。北東、あそこだ、うん、いやでもなんか懐かしい空気だねこれ。席はね、1個空くということで、我々のようなでかいやつにとっては非常に快適な空間になっております。花道もあるし、一緒だね、昔と。
待ってしまいました。それなのに、こんなにたくさん、まだ会場にも入りきれてないほどのお客様、誠にありがとうございます。多分撮影は禁止だと思うんで、こんぐらいで中は重いかな。本日、第1部、第2部と、2部構成で分かれております。なので第1部と第2部の間に私もう1回前説やります。まさかの人大会で2回前説することになるとは思いませんでしたが、感染予防対策しっかり守った上で、これだけ人を集めても大丈夫だってとこをバッチリ世間様に、お伝えしたいと思いますので、どうか今日もご協力よろしくお願いいたします。ということで、ありがとうございます。始まります。The following contest is for the GHC Heavyweight Championship! Global Armored どうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでしたか今日は。まあ、びっくり。まあまあいろいろな意味でこうまあ大人になったなっていう、うん、まあ、うん、しょうがないな。まあやっぱ我々あのプロレスが一番いい時見てきたからね。やっぱ今ちょっと辛いよね。やっぱりまあいろいろな思いもあるけど、まあ今のノアとしてはこれが最大のあれなのかな。でもね、久しぶりにプロレス面白かったですね。まあそれはそれで、まあ、あの日本武道館で ね座って楽しかったですね。はい。ということで今日すいませんね、はい、突然家出てもらって、はい、全然ありがとうございました。どうも、はい、すいません。それで赤ボタン押してもらえれば